沢木隆の、百回図鑑より、犬神鳥山石縁、ガト百鬼夜行より、犬神。左下の同時姿のものは、白地という妖怪。犬神は、狐付き、狐餅などとともに、西日本に最も広く分布する犬霊の付き物。近年まで、大分県東部、島根県、四国の北東部から、高知県一帯においてなお根強く見られ、狐の生息していない四国を、 犬神の本場であると考える説もある。また、犬神信仰の形跡は、島根県西部から山口県、九州全域行き、さらに、殺南諸島より遠く、沖縄県にかけてまで存在している。宮崎県、熊本県熊群、薬島では生手、インガメ、種子島では、イリガミとも呼ばれる。漢字では、犬神とも表記される。犬神の表意現象は、 平安時代にはすでにその呪術に対する禁止令が発行された古術が民間に留付したものと考えられ、飢餓状態の犬の首を打ち落とし、さらにそれを辻道に埋め、人々が頭上を往来することで怨念の増した例を呪物として使う方法が知られる。また、犬を頭部のみを出して生き埋めにし、または支柱につなぎ、その前に食物を見せておき、 合死しようとするときにその首を切ると、頭部は飛んで食物に食いつき、これを焼いて、骨とし、器に入れて祭る。すると永久にその人につき、願望を成就させる。眠毛な数匹の犬を戦い合わせ、勝ち残った一匹に魚を与え、その犬の頭を切り落とし、残った魚を食べるという方法もある。大分県早見郡山賀町では、実際に、巫女がこのようにして、 犬の首を切り、腐った首に群がったうを乾燥させ、これを犬神と称して売ったという霊感商法まがいの事例があり、しかも、これをありがたがって買う者もいたという。おかくまおみ、人愛にある犬神のがしかし、犬神の容姿は、若干大きめのネズミほどの大きさで、ブチがあり、尻尾の先端が分かれ、モグラの一種であるため目が見えず、一列になって行動すると伝えられている。 これは、犬というより、砕ツネやお先を思わせ、純粋に、鼓道の呪法を踏襲した伝承というわけではないと、考えられる。むしろ狐霊信仰を中心とする図書のありゅが、伝承の中核を成していると考えられる。また、用紙は、20日ネズミに似て、口は縦に裂けて先端が尖っているともいい、大分県では、地ネズミに似ているといい、大分の早見郡とヨー町では、 白黒まダらのイタチのようという。前述の山口の愛島では、犬神ネズミともいい、長い口を持つ二0日ネズミのようで、一家に75匹の群れをなしているという。徳島県三好郡伊屋山では、犬神の類を、スイカズラといい、ネズミよりも少し大きなもので、いろりでダムを取っていることがあるという。国学者、岡熊真の書、人愛では、 会長一尺一寸のコウモリに似た姿とある。また、浅い料理の、おとぎ女子に登場する、と鎖国の犬神は、米粒ほどの大きさをしており、黒や白、ブチ模様の退職をした姿で伝えられている。犬神の発祥には、諸説あり、源の頼政が打った縫えの死体が四つに裂けて、各地に飛び散って、犬神になったとも、 工房大師が、イノシシよけに描いた犬の絵から生まれたとも言う。源の王神将が、摂章石のたたりを沈めるために石を割った際、上の国に飛来した破片がお先になり、四国に飛び散った破片が犬神になったという伝説もある。犬神は、犬神餅の家の何度のタンス、床の下、水亀の中に飼われていると説明される。他の付き物と同じく、 気度哀楽の激しい情緒不安定な人間につきやすい。これに疲れると、胸の痛み、足や手の痛みを訴え、急に肩を揺すったり、犬のように吠いたりすると言われる。人間の耳から体内の内臓に侵入し、疲れた者は嫉妬深い性格になるとも言う。徳島県では、犬神に疲れた者は恐ろしく退職になり、死ぬと体に犬の歯型がついているという。 人間だけでなく、牛馬にも、さらには無生物にもつき、ノコギリにつくと使い物にならなくなるとも言う。犬神のつきやすい家筋、犬神筋の由来は、これらの古実を扱った、術者、山伏、祈祷者、フコラの血筋が地域に伝承されたものである。多くの場合、漂白の民であった民間呪術を行う者が、異形と信頼を得ると同時に被差別民として、 扱われていたことを示している。というのも、犬神は、その子孫にも、世代を追って離れることがなく、一般の村人は、犬神筋と言われる家系との通婚を意味、交際も嫌うのが普通である。四国地方では、婚姻の際に、家筋が調べられ、犬神の有無を確かめるのが、終始とされ、これは、童話問題と結びついて問題になる場合も少なくは、ない。 愛媛県周ん郡群小松町の伝承では、犬神餅の家では、家族の人数だけ犬神がおり、家族が増えるたびに、犬神の数も増えるという。これらの犬神は、家族の考えを読み取って、欲しいものがある時などにはすぐに、犬神が家を出て行って着くとされる。しかし必ずしも従順ではなく、犬神餅の家族のものを噛み殺すこともあったという。犬神による病気を患った場合には、 医者の領事で治ることはなく、呪術者に犬神を落としてもらう必要があるという。種ヶ島では犬神連れといって、犬神持ちとされる家の者が、他の家の者に犬神をつかせた場合、もしくはつかせたと疑われた場合、それが事実かどうかにかかわらず、食べ物などを持って相手の家へ犬神を引き取りに行ったり、ついた者が治癒するまで、郊外の山小屋に陰性することがあり、 その子孫が後にも山中の一軒家に住み続けているという。犬神持ちの家は、富栄えるとされている。一方で、狐霊のように祀られることによる恩恵を家に持ち込むことをせず、祟り神として聞いされる場合もある。注釈、なおこの場合犬神、蛇神、猿神の起源として語られるヌエは、頭が猿、体が犬、尾が蛇の妖怪であり、通常の描写とは、 若干異なる、出典、ありがとうございます。